ホームの水戸のスターティングメンバーです。今日は3バックを予想しています。ゴールキーパー山口です。タビナス、ジェファーソン、楠本、鈴木、中盤前田と新座と、右黒石、左大崎、シャドウに椿と安藤、最前線木下を予想しています。前節からは1人を変えてきました秋葉監督です。中2日でのゲームになります。アウェーでの連戦、岩手のスターティングメンバーです。ゴールキーパーが松山、宮市、甲斐、小野田の3バック、そして中盤石井、増田、右鏡、左中村大輔、シャドウに中野と和田、最前線ブレンネルの予想です。前節からは7人を変えてきました秋田監督です。ここまで2つのアシスト、中村大輔。宮市、山口出ます。面白い、ルーズになっている。ブレンネルつなぐ、狙ってきた、バックを捉えています。ったですし、このこぼれね、少しこうブラインドになって見づらかったと思うんですけど、よく反応しましたね。いや、小野田選手も本当にこうよく抑え、中央ワンタッチと落とす、椿、入るワンタッチでニーザと狙っています。木下、いや、来た、ポストですかね。ニーザと選手のワンタッチ、安藤選手がよく見て股を通してね、スルーパス出したので反応できませんでしたよね。ここですね、うまいパスでしたし、近いところに中村大輔、サイド宮市、合わせた、山口の反応。今の非常にこう自分にとっては高いボールだったと思うんですけど、よく叩きつけて、まあ、いいコース飛びましたし、これ山口選手、ラインを上げます、水戸です。かかる、新里を狙う、先制、水戸、32分、相手のミスを見逃しませんでした新里。うーん、まあ、新里選手としてはね、あの簡単なシュートじゃないですよ。松山選手からするとちょっと、まあ、軽率なミスになってしまいましたね、はい、いや、ここでね、素晴らしいコースにしっかりと決めきって、このやっぱり新里選手の技術の高さっていうのが出たシーンでしたね、はい、下を通ってくるボールも防いでいますが、柔らかいボール、ファーサイド詰めた、前だ、選手よくゴールカバーしましたね。前田アドバンテージを見ています。新里から安藤、安藤シュートだ、水戸早い時間帯に追加点。いや、ここで前向かすと、まあ、いいパス出てきますし、安藤選手らしい思い切って足を振り抜きましたよね。少しディフェンスに当たったんですかね、うん、キーパーの反応を見ると、そうですね、少しコースが変わったようには見えましたよね。宮市、ブレンネル、ファーサイト、甲斐もいます。はい、入ってきた、惜しいシーンでした。岩手高かったですよね。いや、頭一つ抜け出し、もっとは収めて、新里、椿、左大崎、いいボールが出て、いいボールが来ました、
体で押し込みます。今日2ゴールところから広げられちゃうんですよね。ここもそうでしたけど椿選手もいいところで受けて、まあ、大崎選手いいタイミング、このクロス もう精度完璧でしたね。あとはもう木下選手がいいポジショニングを取ってもう胸で流し込むっていうような柔らかいボール。黒石、黒石折り返した、梅田、椿のシュート。岩手もここは体を張って追加点を許しません。しかもスプリント、クロス、しかもいい入りですが山口が抑えます。まもなく目安の4分台に入ります。3対0ホームの水戸大きくリードしています。ここでタイムアップの笛、水戸が今シーズン2度目の連勝ということになりました。3対0新里、そして木下の2ゴール、リードを広げて、しかも3試合続けてのクリーンシートということになりました。